東京都は昨日都内で新たに41人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表しました。これまでに国内で自治体が発表した1日の感染者数としては最も多いんですね。都内の昨日までの累計感染者数211人のおよそ2割を占めています。東京都によりますと、この日感染が分かったのが10歳から90歳代の男女、一部の年代は分かっていません。このうち11人はすで すでに患者や職員だ合わせて4人の感染が確認されている病院関係者。この他5人は海外への渡航歴がありました。わ、えー、からないところも、人もいるということなんですがね。都内での感染者がここに来て増えてきてますね。うん、あの、これね、多くの人が知らない事実だと思うんですけどね。はいえー、あの、まだこれはあの検証しないとわからないんですが、はいまあ、イタリア、スペインが大変なことになってるじゃないですか。はいえー まあその背景にはやっぱり家族関係の濃密さとか、あとは大家族であって、各家庭が日本のように各家族じゃなくて大家族なので、外で働いてきた若者のウイルスがおじいちゃんおばあちゃんにこう感染しやすいというのがあったりとか、 まあ、風習でこう、キスをしたりとか、するのが多いとかっていうのはあるんですけど、それらに加えてね、やっぱりね、最近出てきた重要なニュースでね、あの、サッカーの試合を、あの、スペイン対、 えっと、イタリアの、えっと、ちょっと、地名忘れましたけど、えっと、後でまた調べますけど、はい。あの、ちょうどね、イタリアで震源地になってる北部、はい。スペインで震源地になってる町があるんですけど、この二つの地域でサッカーをしたんですええ。そこで3万5千人集まって、そこで二2月の中旬ぐらいに、もう大騒ぎしたんですよ。ええ。で、あの、サッカーですからものすごく感染するじゃないですか。あの、感染を上げるじゃないですか。はい。で、イタリア、 チームが勝って、それでもう大騒ぎになったんですよ。もう飲み屋歌いでね。<ー>で、バスで移動するし、密集するしって、もう、もう、飛沫感染がめちゃくちゃあっただろうと言われて。はい、で、実際その、えっ、ー、と、スペインのチームは35、35%トチームのメンバーが35%罹患してしまったこれがオーバーシュートを導いたということを爆発的患者感染者数が増えた。はい だからね、それがなければね、え,ー、えっと、徐々には広がっていくもんなんですよ。えー、だって高専省はね、もともとあのー、山書いてるじゃないですか。なんかこう、だんだん増えていきますよと。でっていうね。えー、で、医療限界を超えないように、はい、あれはね、だからこう、増えていくのは当たり前なんですよ、ね。はーはー昨日確かに41人で増えたかもしれませんけど、えーえー、こう、もともと国は増やしていこうとしてるわけですから、ある意味。はい あの、減らそうとはしてますけど、ええ、増えていくもんだろうと。はい、の増え方を遅くしようとしてるってことは結交代ができてね、うん、いずれはということなんですね。時間稼ぎをして、はい、で、オーバーシュートを避けて、はい、で、ゆっくりゆっくり拡大していこうとさせるものですから、はいええ あのあ順調にというとね。ああ、なるどね。一方の見方、あのね。一方の見方とすれば。そこれは想定された範囲でね。はい。でも僕は前からもこれも数週間前から言ってるんですけど、いや、もう政府はそうだって言ってるので、これが増えていくんだと。はい。でも、世論は、あるいはマスメディアは、増えてきた。はい。過去最高とか言ってね、これ絶対煽ると。い。やいやいや。だから、増やすって言うてんねんと。 ポイントは医療崩壊しないように。うん、まあ、あそうそ,してそうなあの、亡くなる方をね、出さない、なるべく出さないこれで何度も言ってますけども、はい、年齢と基礎疾患があるかどうかで、はい、それから重症化する確率、はい、それから死亡する確率は、 全く違うんですよね。はい、だから、あのー、一番大事なのは、うん、あの、最終的にはね、重症化抑制フェーズに入るんです。はい、今、感染抑制フェーズですけど、えー、重症化抑制フェーズをね、そろそろ考えないと、もう経済がもう回らなくなって、きて、えー、不況で人が死んでいくようになりますからね。はい、だから、小池さんね、これ、なんか41人増えたとか言ってね、えー、オーバーシュートだとかって、これ。 なんかカタカナ言いたかったんかなみたいなね。思ってるすごいです。日の時点、ね、なるべく日本語を使おうとはしてましたけどね。んかなんかね、うん、爆発的感染者数だとかみたいなね。ええ、うん。なんかんなんでしょうね。こう、令和とかいうのを出すのでね、人気が出たりとかする。はい ケースもありましたからね。い。や、だからうがったそういう見方をする人は、僕の周りでは8割ですよ。あ、そうですか。本当に小池さんは都民のこと心配してるんだって、思ってると思ってる僕の友人はほぼいないです。あ、そうですか。僕は思ってますけどね。はい。あの、藤井さんが以前からおっしゃってるように、ね、これ今回、この、ま、あの、このウイルスを悪魔とするならばですよ、二つの手持ってて、一方はその病魔ですよね。もう一方はやっぱり経済なんですよね。そうなんですよ。 経済の方のこの手で暴力るわれちゃうと、いろんなお店がこのね、立ち行かなくなっちゃう、給料も減っちゃうという、ここも恐れなきゃいけない。統計的に言うとね、失業率1%増えると4000人死にます、年間。で、下手したら2%、3%増えますから、えっと、コロナのせいで、コロナ最終的にね、全体で亡くなる方が数百人か数千人か、わからないですけども、 ええー、まあ人によってはこれも数百人で収まるという人もいれば、はい、中国と同じ程度だと考えても数千人、はいえー、医療的なものを考えて2、3千人と推計する学者もいるんですけどまあ1万人や2万人やという人もいますけど、でも不況の場合は、これはもう2%、3%だからと1万人いなくなるわけで、えー、で、しばらくそれ継続しますから、はい、だから数万人程度亡くなるっていうリスクは先にあるんですよね。はい。えー、それをね、ちゃんとね、認識した上で、 あのー、リスクをマネジメントっていうんですけどね。はい、リスクを管理していく必要があるうん、うん、管理するってことは死ぬことを前提で、その死者数を抑えるっていうのがマネジメントっていう概念。はい、ねえー。そこが、まあ、ポイントなわけですからね。そうなんですよね。はい。 感染拡大を受けた緊急経済対策で5月にも所得が大幅に減少した世帯に現金を給付する検討に入りました。条件が当てはまる1世帯に20万から30万円程度とする案が出ています。売上の急減が予想される飲食業、観光業、割引券、商品券を発行して支えるということなんですが、経済対策の事業規模、名目国内総生産 GDP のですね、1割に当たる56兆 をを超えるあたり目指すということなんでですががここのいかしょうれね、まずね、あの GDP の5%を目指す、一割目指すっていうのね、これは正しい考え方です例えばアメリカやら、イギリスやらもね、そういうふうにしてるということなんですけどね、アメリカももう2兆ドル、200兆円。220兆ですね、今のレートだったらやるということなんですけども、それはね、基本ね、外国の場合はね、真水。 はい。なんですよ。要するに、政府が国債を吸って、現生を作って、まあまあ実際、現生って現金じゃないですけど、まあまあ、かりやすく言うと、現生を作って、それを国民に注入していく。ところでね、これ56兆円ってね、これ日本の場合これ1割程度、56兆円ってこう言ってますけども、真水じゃないんですよ。過半数が非真水なんですよ。はい。だから右にある金を左に動かすだけだから、あの、注入するんじゃないんですよ。ええ。 貸したりとかするのも一部ありますけどね。えー、でもそれ、これ貸したってその別のところが借りてたところを貸し借りるだけだったりしますからね。えー、実際この真水で増やさないとお水は増えない。はい、右にある水を、だから左側にある水を右側にちょっとかき混ぜるだけなんですよ。はい、それが大体ね、えー、まあ過半数。例えば26兆円規模の経済対策ってね、えー、やったじゃないですか。えー、決めたじゃないですか。はい、あれで、ね、足したは結局4兆。あ とか5兆なんですよ。で、それ以外は、かき混ぜてるだけなんですよ。だからね、これもみんな分かってるんですよ。確率みんな国民分かってないのでまあね、数字見て、おっと思うだけですからね。これ結局ね、俺もなんかオーバーシュートですって言ってるみたいなもんでね。はい。私やってるよ感で。俺俺すげえだろう感でね。えんだからこれでね、真水がなんぼなんかですはい。これが、ここもポイントは真水が。5兆が10兆か。 で、20兆でもしょぼいですよ。ほんまやと、この、56兆真水でやれよって言うんですよ。ね、ええー。そうやないと、水増い,いんやろ、お前と言って。はい、そんだけ水抜けるんやから、お前ってことなんですよ。ええー。だからね、国民は救う気がないってことやぞ、お前と。そうか、水が抜けるんですもんね。56兆円10%抜けてくんだ、上から当然。なんだかよで、混ぜとるんですよ。はい。ここでなんか5、5でしリットルぐらい入れて、どうすんね、お前みたいに。ええー。 ことになるんでね。あの、だっわかんないですよ、まだこれ。細かいところちゃんとやれよっていうことですまあでもそういう。でも僕は知ってるんですよ、なんぼか。まあちょっと、まあちょっと言えないです。言えない、言えない。知ってますかいやいや、わかんないで噂だけですけどね。えだ官邸から聞いたんじゃないですよ。こういうの大体すぐ回るんですよ。ああ、そうなんですね。何やそれ、言うてんね、僕はちょっと。はあ。まあまあわかんないですよ。十六兆も別やったらもう。何やそれってこれ、私たちも上げなきゃいけないわけですね。そうでで、でもそれ公表されたらね。はい。ちょっと僕わかんないですけど。全然わかんないですまだわかりませんけど。全然わかんないですけど。 まあだからこれもね、本当にこの私たちがあ良かったっていう、このね、気持ちにつながるのかどうかジューシーなね、お肉の件、そうみたいですね。そしたら豚肉屋さんどうすんねん、そうですね。和牛って言葉が出てきてますか、最近。マトン好きなやつどうすんねんとかね。はい。農家かっているやろ。鳥だって忘れちゃいやそうですよ、いろんな人たちがあるんだから。はい そんな、こう、限定されても困っちゃいます、ね、だから消費税減税すれば全員に行き渡るんですかはい。これは藤井さんの持論ですからね。そうですよ。ええー。まあ、8でも5でも0でもね。うん、どもにか減税しんごとにはもう。 はい。安倍総理、新型コロナウイルスに伴う中小零細企業の悪影響などについて、感染収束が視野に入った段階で、リーマンショック後の経済対策を上回る経済対策を検討する可能性に言及しました。また、家計支援の対策として、消費減税を主張する声が自民党の中からも浮上していることについて、消費税は教育無償化にどうしても必要だとの考えを示しました。 全然消極的なんですけれどもね、藤さん。これ、どうしてもってつけましたね、どうしても必要だいや、そんなことない、別に赤字国債でやりゃいいんだから、赤字国債でやって、これで景気が上がってきたら、税収、自然増資増えるんだから、2016年、17年、18年、この2か年、二か年の17年と18年の間にね、年間2.2兆円ずつ増えとるんですよ。そしたらですよ、今回、消費税のね、分で当てる分なんて、2年の。 安倍さんのの政権下で2年間の自然増どうしてもって、このどうしてもって、どの口が、どういうことですかどうしてもって。本当、どうしてこれ食べないのこの野菜。僕がどうしても食べないんだい。あなたこれ食べなさい。どうしてもって食べれるでしょう どうしても、どこ、<え>どうしてもってどういうことなんですかね<え><れ>だからこれはおそらくどうしても消費税は。このなんか僕に言われた気がしますね。下げたくないってい僕に言われた気がしますね。どうしてもが下げたくないにつながってるような気もしますね。<laughs> どうしても必要は、えー。はい。えー、あの <laughs> その感染拡大を受けたですね、経済対策をめぐって政府は感染が収まった後の消費の喚起策として、旅行、イベントなどに対してクーポン券の発行、割引を行うことを検討していることがわかりました。 具体的には旅行会社を通じて、期間中の旅行商品を購入した人に、代金の2分の1相当、最大で3万円分のクーポン券を発行する案、これが検討されている。えー、ま、これはおそらく、その、今回のこの新型コロナウイルスで観光業が、え、ま、打撃を受けてるっていうところから来てるんですかね。だからね、えー、何言ってるかちょっと僕も、ちょっとほとんどもうサンドイッチマンみたいな気分ですけど、ちょっと何とかわかんないんですけど。はい、あそうですか。そもそもね。そうですね。はい。 これ、いつ収まるか分からないわけですよ。はい、言っときますけど、中国や、で、中国の収まったの、フェイクである可能性あるんですけど、はい、韓国は感染者数は収束してるんですよ、今、えー。はい。だから、日本も収束する可能性は僕はあると思いますよ。えー、ちゃんと韓国の立派に対策をすれば、えー、はい。ムンジェインを見習えば、分かんないですけど、えー、収まっとるわけですよ。だから、収まる可能性だってありますけど、収まらない可能性だったわけですよ。はい。えー、で、収まらない間ずっと政府は自粛しろってわけでしょはい。諸外国は、 自粛してる間、自粛させてる間、禁止してる間に所得がないからって言って、君たちのお金をあげようなんですよ。でもこの対策はね、はい。そのうちすぐ終わるから、それからお金あげるし、ああ。はい。死んでたらどうすんねん、俺。そうですね。今欲しいわけですよね。今ですよ。だからね、有事だと思っていないんです。明らかじゃないですか。はい。ま、もしくはその、耐えてくださいと。我慢してくださいってことですね。 いやだから、ね、庶民はこうですよ。ええ、いや、死ぬぐらいやったら、はい、コロナが移る確率があるかもしれんけど、商売させてくれって言ってるわけですよ。はい、で、実際、統計データを見て、統計を分かる人間から見たら、はい、若い人間死ぬ確率いないんだから。はい、僕は罹患しても死なないし、はい、で、おじいちゃんとおばあちゃんに会わないようにだけさせてくれと。はい、そしたら商売できるんだから、俺は生きていけるんだと。はい でもお金配らないから、無理やりやる。だから、K1 だってやりよったわけですよ。はあ,はあ、ああいうのはね、ええ、もうなんかやらへんから潰れるから。はい、で自粛要請だけとかやったって何がわかんねえんだ。多少バッシングされても潰れるよりはマシやという判断があったわけでしょ。はい、はっきり言ってね、あれ K1 の人もどうかとは思いますけどもね。ええ、お金を一切配ろうとしない政府がいるから、ああなってくるんですよ。はい。うん。ヤカ船だとか名前挙げたでしょカラオケボクサーが名前挙げて。はい。じゃあ、あかんって、その自粛、そういうのやめましょうとか言ってね。ええ したら名前出してもいいけどもその風評被害なりね何なり保証したんかって言ったらしないんですよだから今大事なのは保証なんですよねそうですよだからねそれはね僕はねアメリカ人やヨーロッパ人イギリス人たちがね騒ぎすぎやと思いますけど彼らは騒いではいるけれども騒いだことの責任を国民に取ろうとしてるんですよ安倍晋三さん取ろうとしてるんですか取ろうとしてるんですか教えてくださいあとはだから僕にはそう見えない要請というのもなんか非常に曖昧じゃないですか 要請,要請。ね。うん、なんとか要請してますなんての、ね、要請ね。命令というのはしづらいのかもしれません、ね、だから要請だったら勝手にやってるから、はい、はい、俺たちは保証ないっていうようなふうに見えて仕方がないんですけど、ね。責任者だろ、この国の。はい。うん、本当に保証い。僕こんな親父やったろ。